他に食べれないからひたすらこれを主食として。144か今日145だ。145、はい、あ、俺間違えたかもしれない。この間144だ。7時で始まるっす。はい、武田始まるよ。はいはい、いいよ、 OK。 はい、はい、皆さんこんにちは。 BJ チャンネルボリューム145です。ですね、今日は磯部さんがお休みで、石田さんは九州でライブ放送がある、はい、ライブ放送あの歌のバンドのライブがあるそうなのでお休みです。で、今日からあの昨日先週ゲストで来てもらった三枝龍司君、はい、本日よりあの BJ チャンネルのレギュラーとなりましたのでよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、でちょっとね思考というかねいろいろちょっと考えて今後あの BJ チャンネルはどういう風にやっていくかっていうあれでね、それでリュウジがちょっと進行役になる、わらわらって進行役になるというかね。なーに、お腹すいた。そう、ちょっと待ってね。なんか久しぶりこの間までずっと俺一人でやってね、あれしてて私が追い出された。追い出してね、追い出して、お前はいらん。今あのこの人は振り付けあの発表会前のなんかあれで振り付けで結構バタバタしてるみたいだから、じゃあやるよ俺一人でっていう形。はい、うん、あれで、リュウジはもう付き合いは長いんだけど、実際こういう風に会うようになったの最近で、はい、うん、で、ね、はい、水本さんこんばんは。もうそう、今まで俺一人でやったりとかしたから、こういうコメントとかもね、あんまなかなかあのくれても返事できなかったんで、あのこれからはちゃんと返事もしていこうというね、はい、さっき打ち合わせしてね、はい、でね、あのちょっと、まあ、リュウジ のあれを簡単に説明しますとですね、はい、本職は俳優？俳優なんですけどね、うん、あのちなみに、タレントデータバンクみたいなのあるじゃないですか。メーカー、タレントメーカータレントデータバンク。俺今持ってないの？なんかそんなようなやつをこの間たまたま見たらですね、うん、僕俳優なんですよね。やっぱ女優とか書いてあったっすね。女優なの？それ言った方がいい、言った方がいい、間違いない言った方がいいですよね。なんか、うん、女優って書いてあったんでちょっとええと思ったんですよね。そう、はい、一応あの俳優業と、あと最近どこまで工事したの？どこも工事しないですよね。たまにまあお芝居であの女役をやることも結構あったので、いやそれで女優と書かれてるのかなみたいな感じですけど、一応まあ俳優とあと声優を、声優すごいね。声優の方ちょっと声の方先週聞いてさ、先週だから本当にリュウジが来たの、ここに来たのは俺のサインを欲しいって来たわけよ、はい、サインだけ取りにわざわざ来るんだったら、じゃあついでに番組出ちゃうよってとこから始まって、はい、ほんで俺のサインなんか持ってるの価値ねえよって話してたら、だから過保護にするなって言うから、はい、いいんだよって言って話聞いたら、はい、あれよ、みんな聞いてびっくりしないでね、あのガンダム、ファーストガンダム、ファーストガンダム、シャア・アズナブル、はい、ファーストって何？あの一番最初のガンダム、あ、はい、俺は中学生ぐらいの時だった。今再放送やって俺 毎週見てるけど、はい、それのなんと俺も憧れてたシャア・アズナブルの2代目の声をね、はい、今度担当するの、はい、すごーい。もうサインもらっちゃったもんね、シャア・アズナブル。シャア・アズナブルってこけ、いやいやいや、リュウジも2代目で俺もビーアップ2代目だもん。あ、そうですね、はい、うん、そうそうそう、それでね、はい、あれよ、シャアでしょ、はい、今難しいんだね、シャアの声が。はい、アニメ…ね、あの初代と似せてくれとか言われるの？いや、似せなくてもいいんですけども、うん、池田さんのイメージが強いんで、うん、皆さん見てる人たちは、うんうん、なので、シャアの声優さんですか、すごい、なるべく寄せてくださいっていうことで寄
寄せてくださいか寄せてくださいなんですね。クリカンのルパみたいなもんだ。そうですね、うん、連邦のモビルスーツは化け物かみたいなですね。こんなような感じで池田さんだっけ、池田さんあなた今いくつだ、もう70超えてる、はあ、どうでしょうね、見た目結構だって俺らが中学生の時からやってるから、はい、今もやってる人だってやられてますね、現役で。そうすると生きてん、はい、生きてます、生きてます。なんで生きてんのに行動しちゃったの。なんでしょう、大人の事情で、うん、やはりその声の僕が言うのもなんですけど、ツヤとか、うんうん、シャアはさ、はい、あれって設定何歳ぐらいなのね。だってバフローが15歳ある16歳だよ。20歳とかそんなもんじゃないですか。20とか22、3とかじゃないですか。これガンダムね、ファースト以外ね、あんま詳しくないな、はい、まあ、とにかくファーストガンダムオンリー の人だから、はい、うん、だから一年戦争が終わって、はい、もうそこで俺のガンダムが止まってるのね、はい、その後のゼータとかダブルゼータとかっていうのは、うん、いまいち逆襲のシャアっていうのまで映画で見てるんだけど、はい、うん、僕も一年戦争もうしかも映画の1と2と3最高だな、うんですね、見てましたね。音楽の使い方がまたいいのよ。はい、そうですね、やっぱね、あのね、ドラマでやってるのは音楽の使い方がダメなんだけど、うん、映画のやつの3部作のやつは音楽がいい、すごく曲が あれがね、最高だね、はい。でもあれだよ、この携帯ゲームでしょ、はい、俺昔あの携帯のガンダム の,、はい、の一年戦争のガンダム あの対戦のやつだったな、はあ、あれで俺日本一だったから素晴らしいですね。今それやろうと思ったけど、もうすでにそのゲーム廃盤になっちゃった。廃盤になっちゃってるけど、はい、俺ね、あれ赤の、はい、のゲルググ乗ってて、はい、それで、はい、あ、そうで赤いモビルスーツで、はい、白銀の鳳凰っていう通りなりやってたからつけれんじゃん自分で、はいはいはい、俺が来るとみんな逃げちゃうのね、はい、ニュータイプだ。白銀の何ですか。鳳凰、白銀の鳳凰、うん、僕が北海道でスキーを滑った時の、うん、通り中ですね、うん、ゲレンデをかける青い閃光って呼ばれてました。あの直角閃光、閃光ってこっちの閃光じゃなくて世界の閃光、閃光ですね。あの直角光しかできなかったんで、すげえなあいつなんて、青いあの洋服着て青いスキーウェアかってすげえなあ。スキーもできんだ。あれだけですよ、直角光だけですよ。滑るだけ、はい、曲がれないの。曲がれないです。あのただ止まるとき雪をガリってバサバサって雪を蹴って止まるっていうのはできますけど、うん、それ一番危険じゃない。こういうのができないんです。それ一番危険じゃない。はい、ひたすら降りていくだけなんです。そうです。俺スキーやったことないの。俺でスノボとかもやったことないんですけど、多分やったらできそうな気がします。サーフィンはできるよ。サーフィンは大会では出てたからね。ああ、やめた方がいい。2人とも年寄りの冷や水ってことを知らないのか。すいません。女優にしときとか言われてるよ、彼女ね。ああ、女優にしとき。なるほどですね。なんか、これから工事するらしいんでね。はい、いい病院紹介しようか。モロッコ行った方がいいね、モロッコ。モロッコ行かなくても紹介できるからね。大久保にあるからね。はい、うん、どこからですかね。ご挨拶の。ご挨拶。加藤くん、小坂くん、こんばんは。佐藤くん。あ、ホーキ先生も見てるわ。ホーキ先生知ってるこれ。ホーキ先生、あの、ホーキ先生、はい、ホーキ先生、ワンピースワンピースワンピース、ああ、ジンベイ、ジンベイ、はい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 。吉松さんこんばんは。葵ちゃんこんばんは。美奈子、上田さんこんばんは。永田さんどうも久しぶりです。矢沢の、あ、後で紹介しますけどね、あの矢沢の、あのあれが、あの美術書にちゃんと乗っかりましたんで、よろしくお願いします。来年あの矢沢のね、あの絵はあのオリンピック会場に展示されますんで、あのぜひ東京なのでよければ。じゃあオリンピックやんないって出てるんですか。知らない、俺やんないと思ってる。やった場合ね。庄司、庄司こんばんは。葵さんはいいね。やんなかったらどうやっちゃうの。
やんなくてもどっかに展示される。溝口さん、溝口さん、はい、広瀬さん、ちょっと俺老眼で見えない、はい、溝口さんと、広瀬さんですね。結構やばいよ。伊藤さん、こんばんは、はい、清水さん、こんばんは、中岡くん、こんにちは、コメットさん、こんばんは。お、A ちゃん、A ちゃん戻ってきてたな、矢沢の A ちゃん。ちょっと生きてんの、A ちゃんね。今度連絡ちょうだい。ダメだ、彼は忙しいんだ。清水さん、こんばんは。なずき、はい、なつきさん、なつきちゃん、こんばんはって、はい、なね、はい、あの、き漢字は読めない、老眼。素人さんでいいのかな。かずみさん、こんばんは。中西さん、こんばんは。藤田さん、こんばんは。メジャーのせい、シャアのせいだ、そうだ、お前、しょう、庄司。すごいですね、シャア、シャアのシャアが棒、棒でひょ、棒になってます。シャア、あじゃない、ね。シャア、あじゃん。シャアじゃなくてですね。シャ、それにシャアは猫になっちゃうからね。はい。つゆくぼさん、こんばんは。すごいね、酒井さん、こんばんは。いつも名前呼べなくてすいませんでした。あの、これから呼びますんで。ね、でもちゃんと、あの、終わった後でちゃんとね、あのコメントしてますけど、はい、増田さん、こんばんは。通常の3倍の動きだって3倍速で、3倍速で BG やる。そしたら40分、30分のうちいいじゃん、短くて。バチョさん、こんばんは。ビビもいます。磯部さんはね、忙しくなったっていうよりもね、ちょっと、あれもう言っていい、お父さんは。お父やんは来週来るでしょ。来週来る。だからお父やんはちょっと、あの、今、ある、まあ、免許取り行ってて、それで、あの、それで、それのと重なっちゃってるから。お父やんは浮気中な。お父やんはね、だからちょっと、あれなんですよ。BJ もいろいろね、時とともに、あの、いろいろ変わっていくんでね。季節が変わりゆくように。長田さん、こんばんは。ヤコさん、髪短くなりましたとかって言われてますよ。めっちゃ人生初です、ここまで短いのは。宮田さん、こんばんは。竹原さん、こんばんは。佐藤さん、こんばんは。フォーク先生、2代目、2代目社おめでとうって言ってろ。ワンピースの大先輩から。ありがとうございます。はい、今作ったのちょっと作りました。ちょっと作っていいな、俺も声優の仕事欲しいな。あ、ダメでしょ、噛むから。んカムカム。違う、俺ね、声優の仕事やったことないじゃん、うん、サザエさんのカツオの、あの、あの、なんとかミーナ、ま、富永ミーナか、はい、あれ事務所一緒だったの。ほんで、初めて会った時に富士山、富士山どうもなんて挨拶されたのな、はい、で、どっかで会ったことあるんだこの人と思って。ほんで、あれ、でも顔はさ、なんか覚えてないわけ、はい、だけど、どっかでこの人会ってんなと思ったら、庄司さん、ちょっと目を閉じてくださいって言うから、庄司さん、僕でカツオだよ、うわー、サザエさんのカツオかみたいな、あの感動はね、結構あったけどね。シャーズナブル、シャーザク、シャーザク、シャーザク、これはもう俺らの年代しかわかんないね。なんでですかね、僕も実はあのおうち生活を4月、5月とかやってたじゃないですか、うん、あの時、やることなかったんで、うん、ガンプラ作ろうと思ってガンプラ買いに行ったんですよね、うん、で、シャーザク買ったりとか呼ばれてたんだよ。やってたんですね。すごい魂込めて作りましたけどね。俺もその後なの。その後の話ですね。なんか、なんか、セリシーしないね。そう、俺も一生懸命頑張ってね、ゲルググとか、はい、ね、ザクとかドムとか乗ってたのに、あ、シャアのドム、あ、ドムはねえか、はい、あ、ゲームでですね、ズゴックか、ズゴックですね、ズゴックとかあの辺ね、はい、あれつってね、頑張って日本一になったのに、はい、声優の話は来なかったね。あ、ファイナルファンタジーのセフィロスは、ね、あれ決まってたんだけどね、はい、ガクトと俺でやるって話だったんだけど、はい、ガクトがクラでやって、はい、で、セフィロスは俺がやるって話で、そこまで決まったんだけど、その他のあれと、やっぱあの当時の制作費とかさ、うん、やっぱあんだけ の規模でさ、はい、結局できなかったね、うんうん、せっかく腰まで髪の毛とか地毛でいけるって話だったので、あの六本木事件があるわけですね。そうそうそう、六本木ハロウィン、ハロウィン3日前、カズヤ事件ね、はい、マジでさ
最悪だよ。はい、それではですね、はい、皆さんまたあのいろいろと入ってますけども、うん、はい、それではまず11月度の龍神様についてちょっと詳細を、また今一度。11月の龍神さんはね、はい、まずね、あの先月先月か、もう1ヶ月経つのか、もうすぐ九州行ったでしょ、はい、九州行って海元さんとあの小学院さんに行った時に、はい、あの日渡りしたじゃない、うん、日渡りして、それでその日渡りをやってた時に俺の龍神さんをご神母体としてあの祀ってくれたのね、はい、それでその時に海元さんのところに頭が2つある龍がいるわけ、はい、あ 龍じゃない、あの蛇が、はい、蛇の、あの、うん、もし死んじゃってるホルマリン漬けになって神様として祀られてるのがいて、はい、そこに手を合わせて戻ってきて、うん、したら俺毎月今、まあ、大体、月後半20日ぐらいになったら次の月の龍神さんをどうするかっていうのを、はい、まあ、俺と龍って話して、はい、で大体こういう風にしてくれって映像見せてくるわけよ、うん、したら二つ頭で胴体一つの龍を見せてくるわけよ、ずっと、はい、で、それを出してくれって言うから胴体2つで、胴体、頭が2つで要は総流でね、うんうん、を限定で、まあ、11月いっぱいしか多分 出ないと思うんだけど、はい、うん、それが金、銀、あと白、あ、黒金と、とあれで白か、はい、黒金、白とで全部で8体で、はい、って言ってたんだけど、もしかしたら場合によっては数が増える可能性もあるけれども、はい、うん、なるほど。そう、だからそれと今まで、もう結構枚数書いてきてるけど、はい、総流は初めてだね。2匹、まあ、いつも、まあ、今最近ね、1匹の流が出なくなっちゃった、はあ、うん、絶対にアトリエ行くともう必ず2体、うん、2体なんだけど、今回は初の二股、はい、二股の龍が出る。体が一つの頭を使ってくるんですね。そうそうそう。はい、総龍ね。総龍、うん、なるほどですね。これはもう非常に価値があるというか、まあ価値というか、まあ貴重ですよね。レアですね。レア。はい。で、うん、ね、龍神さんはもっと進化してるから、はい、もう筆持つ前どうなるか分かんないのよ、うん。何色になるかも分かんないし。うん。うん、だからそういうんでね、はい、パケちゃん寝てる、パケちゃん寝ちゃダメよ、あと大統領選の話してもらうのかね、うん、だからそれで、で、なんだろう、まず通常の龍神さんも、あとそれとその海元さんのところでもらったサハラ砂漠の砂と、はい、あと向こうで全部清めた水晶の粉が入るんで、はい、27期になるのかな、はい、うん、だから結局だから27期ってことは第1期から始めて、うん、27回形が変わってってる、はい、だから俺の理由が何、他の理由とどう違うかっていうと、うん、進化するのね、はい、で第1期を書けって言われても書けないの、はあはあ、模写で書けって言われても無理なの、はい、理由に関しては、うん、他の絵だとどんな絵でも書ける、わしが書いて死んぜよっていう感じで、まだ龍神様は殿と呼ぶんじゃん、あの募集はやってます、はい、それプラス、また世界大会の絵と、うん、あとアジア大会の絵があるんで、それの期限が1月の末っていうから、はい、それに向けて今ちょっとその規約組んでキャンバス貼って、はい、ちょっと準備に入るところですね、はい、はい、なるほどですね、うん、皆さんね、龍神様の、あの庄司さんのおなじみの龍神様ですけども、こたび最初で最後になるであろうと言われております、総流バージョンですね、はい、こちらの方は今のところまあ限定 8組というか8枚のみということで、もしかしたら増えるのかもしれ、増えて降臨されるかもしれないということですね、そうそう、それは筆元まで分かんない、はい、ですので、まあね、一ついかがでしょうか、限定ですから、まあ私もあの限定という言葉に非常に弱くてですね、まあ限定には弱いんですけども、限定って必ずレギュラーメンバーにはなれないっていうですね、
あの期間限定カップヌードルとかってそこで終わっちゃいますもんね。昨日だけな、なんだっけな、コンビニ行ったのよ、はい、そしたらペヤングの、はい、なんだっけな、激辛、あ、あのこんなでっかいやつですね。違う違う、それ見たことないの。4000カロリーとかで、はい、あれね、あの福島のね、二平君が上げてたんだけど、はい、それね、俺ね見た4000何百キロカロリーって書いてあるわけよ、はい、こんなバカなんじゃないのと思って、売ってんのかなって言って見たけど、それまだ見たことないんだけど、はい、じゃあペヤングの、はい、アップルパイってのがあったの。は買ってきて。ペヤングペヤングのペヤング焼きそばアップルパイ味、アップルパイとしか書いてない。はいはいはい、買ってきて。それは焼きそばなの。知らねえけど、多分焼きそばでアップルパイの味がするんじゃないですかね。江原さんこんばんは。ね、江原さんね、これね、はい、俺の一番ね尊敬するね、毎回言ってんだけど、はいはい、あのカメラマン、はい、京都の、うん、あの鬼兵とか撮ってるね、はい、あと男たちの大和のあのメインカメラとか撮ってる、あ最高のカメラマンですよ、はい、俺の映画を撮るときには、はい、江原さんがメインカメラでやってもらうんで、はい、今脚本が7割ぐらいできてるんで、はい、それ終わったら柏原幹事さんのところに持ってってチェックしてもらうんで、はい、キャスティングが決まってクランクインするときは矢野さんメインカメラよろしくお願いします。大好きな監督、監督やカメラマン、うん、で、まあ、ごめん話を、はい、あーすいません、じゃあ、ペヤングの話は大丈夫ですね。ペヤングのゲあのねぶたのさ、鬼のマークのさ、はい、買ったわけよ、はい、で、食ったの、はい、からでしょ、人殴りたくなるから辛くて、それを俺の同級、はい、アドリアの隣にね、俺の同級生住んでるからね、はい、そいつにあげたわけよ、はい、したら「鉄食ったよあれよ」とか「ふざけんなよ」とか言っちゃって、はい、全部食ったのと、とりあえずね、どうだったって、うん、ムカつくぐらいからなって結構辛いの平気だけどね、はい、あれはね、あれやばい、やばいですか、はいはい、その4000何百カロリーのでっかいペヤングってあれなんかお湯、いや僕は食べたことないし、テレビでしか見てないですけど、お湯が2リットルぐらいいるらしいんですよね。そんなにの？だからうちのケトルじゃまず2リットルのお湯は沸かせないなというところと、あとそんなものを食べたらもう大変なことになるなっていうことで、考えてないですけどね、はい、4000キロカロリーなら多分もうそれだけでもう大人、俺らの成人のね、はいはい、もうそれ食ったらイコールもうデブまっしぐらい、まっしぐらいですね、うん、はい。でもリュウジも痩せたな。はい、痩せましたね。それなんか彼女とか？いえ、もちろんそうなんですけども、うん、ああ、そうですね、なんかね、あのね、リュウジの彼女はね、はい、あのね、夏希ちゃんっつってね、はい、双子玉川で、エステサロンをね、エステサロンをや、運営していまして、うん、まあ、基本的に、まあ、痩せる、顔小さくする、肩こり、彼女自身も自分でやってるの、あれ、あ、自分のことを自分でやってますね。やってる、はい、だって前会った時と、はい、だいぶ細くなったよね、はい、自分で自分をエステやってますみたいな。そう、はい、なんかある程度なんか変な話ですけど、うん、見た目そこそこになってないと、うん、お客さんに説得力がないってことで、なんか本人は本人なりにめちゃくちゃ努力をしてるという感じですかね、うん、そうだ、だってエステでさ、送信だなんだってさ、すっごい太ってる人がいたらさ、はい、説得力ないもんな。はい、そうなんですよね、うん、はい、で、さっきコメント欄で、龍神様のお話はちゃんと、うんうん、した方が良いですねって、佐藤さん、佐藤さん、ケンさん、佐藤さんだったかな、さっきちょっと上がってたんですよ。あ、ケンちゃん、はい、猫耳ケンちゃん、猫耳ケンちゃんね、はい、で、あと、うん、結構今最近なんですけども、うん、お名前ちょっとすいません、ど忘れしちゃったんですけど、うん、庄司さん、足のやけどだか怪我だか大丈夫ですかってコメント入ってましたけど、ああ、足バッチリ跡残ってますよ。もう消えないですね、一生いいの、それで根性焼きみたいなもんだからね。根性焼きというかね、もう、もう、もう日渡りした時の、ああ、なるほどなるほど、だから結構心配されてたみたいな、空気ゲット、ね、
心配されてたということで、うん、まあ、そのけあの足の怪我大丈夫です、やけど大丈夫ですかということなので、はい、ちょっといい機会ですから、しっかり後を、今これからですね、今の視聴されている皆さん、いらっしゃるかと思うんですけども、庄司さんに、質問コーナーというものを、これから受けたいと思いますので、これを聞いてみたいな、こういうことを聞いてみたいなとかっていうことが、皆さんあるかと思いますので、どんどんこのコメント欄の方から入れていただいてって、時間の許す範囲で、お答えしていただきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあまず僕の方から一つよろしいですか。うん、はい、今週というか先週の BJ チャンネル後、今日までの間、なんか どんな感じだったんですかね。どんな感じ、1週間、はい、1週間はね、ほぼほぼね、はいはい、ボケーっとしてたね。あ、ボケーっとしてた、ね、ボケーっとしてたというか、まあ、アトリエ行って、まあ、はい、絵も描いてたんだけど、はい、なんかいろんな音楽聴いたりとか、はい、まあ、考え事したりとか、はい、まあ、で1週間が早すぎて、はい、うん、そう、あと1本撮影も入るんだけど、それもまだ脚本がプロットしか上がってきてないから、はい、どんな風になるか分かんないんだけど、うん、結構、うん、まあ、久しぶりのあれだからいいんだけどね、はい、うん、あと1週間って言ったら、まあ、ほぼほぼもう、まあ、ジム行って、はい、戻ってきてアトリエ行って、あとね、そうだ、忘れてたよ。ここ1週間で変わったことといえばね、はい、ちょっと、ニューフェイスです。ニューフェイス、てんちゃん、10匹目のてんちゃんが、てんちゃんと言います。10だから天なんだけど、天国の天から来たてんちゃん。天国って天からの授かり物だからてんちゃんなの。へぇ、たけちゃんかわいいでしょ。うん、てんちゃんちょっと見せて。てんちゃん見えない見えるでしょ。あ、そっか、俺のこれだと見えないのか。あ、そっかそっか、見れる見れる、そうだと見える。あ、おぉてんちゃん、ちょっともうちょっと右、もうちょっと右っていうか左か、あれ、お主人さんの、顎の方に持ってきて。顎ちゃんの、庄司さんの顎のところがよく映ってるわけよ。だから庄司さんの顎をやらないと見えないのに。あ、ダメじゃない、こっちのモニターに見てってこと。そうにやってこっちの、それだと皆さんにもあまり映らない。これは可愛い、可愛いでしょ。9のやつ、その前の、ちっちゃい9はもうね、9ちゃんもつぶれ顔になっちゃいました。てんちゃん、てんちゃんです。てんちゃんです。いやー、てんちゃん面白いね、かわいいね。てんちゃんね、なかなかいいよ。てんちゃんドアップ、てんちゃんドアップ。9ちゃんも好きだったんだけどな。何、9ちゃんもう豚になりました。9ちゃんはね、もうね、9ちゃん太っちゃった。9ちっちゃいなと思ったけど、そう、新たにね、ちょっとてんちゃんをお迎えしてね。ただね、不思議なのはね、俺にも懐かないね、ひげまろちゃんとね、ハチがね、リュウジにべったりなのよ。そっか、てんちゃんです。入っちゃった。てんちゃん男の子です。チンチンついてます。動物と子供には似てるっていう。うん、早速、質問なんですけども、地震の感じはどうですか。あのね、地震来るよ、ここ何日かの間にね。まあ、そんな大きくはないかもしれないけど、昨日、おととい結構やばそうな地震も結構出てたんで、まあ、海外含めてちょっと若干注意しておいた方がいいかなと思いますけど。あと、庄司さん、庄司さん、庄司さん、はい、昨日ね、うん、なんかまたね、あの三浦の半島の、うん、あの異臭騒ぎあったみたいね。またあったの？昨日も。あ、そう、うん、あれ何なんだろう。だからね、あれね、関東大震災の前にもね、あったらしいんだね。文献、そうなんだよね、文献読むとね、調べたらね、どうも関東大震災の前もね、やはりそういったあの異臭がしたらしいんだよね。うん、落合さん、こんばんは。中島くん、今回もね、中島くんじゃない、ね、あの関係あるかもしれないね。うん、竹本さんも感じます、なんか地震。
いや、感じますね。もうね、近々ですね。まあ、それもね、関東関係だと思いますよ。っていうのはね、ちょうどね、一周もね、神奈川とね、あと千葉にね、入院も行ってんですね。千葉にも行ってんの？ってことは、うん。ってことは、神奈川と千葉に行って、普通だったら風がね、海風が吹くと神奈川の方に行くはずなんだけど、うん、それが千葉の方に行ってるってことは、まあ、でも風向きが向こうに行った時は千葉の方に行ってね、でこっちに来た時は神奈川に来るから、うん、僕はね、東京湾が震源地だと思いますね。今度東京湾、駿河湾が震源だったらかやばいかもしれないね、うん、たださ、うんうん、例えば東京湾の、うん、中心のところね、その神奈川とその千葉の中心のところ、東京キャニオンっていうのがあるんですよ。これ、はい、非常に深いね、1500メートルぐらいの深海なんですけどね、うん、どうもね、その下からずっと駿河湾の方にね、うん、どうもいろんなこの大きな力がね、流れてるような感じがするんですね。だから、ヘルディングプレートが動いてるな。深いところのね、ガスがね、漏れてきてるんだと思うんですよ。だから東京キャニオンって言うんですけどね、ってことはそれはね、東京キャニオンからどうもね、ガスが流れてんじゃないかなっていうのがね、竹本阿久津の説なんですけどね。それでかっ、まあ、これね、実証性は全くないんですけどね、一応ね、そういうふうに仮説を立ててます。はい。だからまあ近々ね、ちょっと心配なのはね、やっぱりこう東京関係っていうかね、関東関係にあると、うん、もう大変大きなことが起きる。まあ今日かな、なんだっけ、あそこ小笠原かなんかにも起きてるんだよね、確かね。地震？だから、ちっちゃな地震だけどね。そうだから、震度2ぐらいですもんね。まあ、そんな心配するような地震じゃないけど、地震は来ると思う。うん。うん。うん、だから結構ね、しおりさんに言ってる通りね、うん、まあ、近々ね、ちょっと、緊急、要注意ですね。うん。まあ注意したことに越したことないですね。そうそう、来ないと来ないと越したことないのよ。ただもうどっちにしろ天災っていうのはもう避けれないからね、地球が生きてる以上ね。だからそれが忘れた頃にやってくるからね。そう、それがいつ起きるかになのよ、うん、ただ俺はもう2024までに来るんじゃないかなとは俺は前から思ってたから、まあ、あれだけども、うん、あんまりね、それでもう来るって言って絶対もう何月何日まで来ますなんて来なかった場合ね、嘘つきになっちゃうし、うん、ね、うん、来たら来たで、ね、当てたって大騒ぎになるし、来なきゃ来ないで嘘じゃないかって言われるのがね、もう人間の差だから、めんどくさいのよ。だから庄司さんね、うん、まあ、備えあれば憂いなしでさ、そう。だから庄司さんがもう今感じるところをね、うん、言えばいいと思うんですよ。そう。で、まあ、地震っていうのはね、うん、いつあってもおかしくないわけだから、うんうん、今ちょっとこれやばいんじゃないかっていうぐらいはね、うん、個人の感想と、まあ、直感でね、話すっていうことはいいことも、うん、いいと思うんですね。俺がフェイスブックに上げるときはちょっとなんとなく俺が気になって、まあ、一応なんか、まあ、ちょっと来そうだなっていうときは上げてる感じ。そうだよね、うん、毎回なんかくるくるしたの ね、ちっちゃな地震なんか一年中どこでも起きてんだから、ね、僕もね、最近はね、十二指腸潰瘍がなくなったからね、あんまり感じなくなったけど、前はね、十二指腸潰瘍があったときはね、うん、もうバチバチ当たってるね、地震が来る前にね、痛くなんですよ。そうしたらね、やっぱり来るんですね、うん、まあ、最近ね、ちょっとおかしい時あったからね、うん、ちょっと警戒してるんですけどね、でも、うん、今はね、あんまりないんですけどね、でも、ちょっと僕も怪しいなと思ってます。だけど、ね、お酒飲むと当たるんじゃないの？ええ？酒飲むと当たるんじゃないの？いや、僕はね、酒はね、最近ね、昨日から飲んでないの。飲んでないの？ちょっとね、昨日からでしょ？ね、昨日から一日だけじゃない？1日飲んでないっていうのはね、大変なことでね、うん、365日飲んでる僕としてはですね、1日飲んでないっていうのはもうこれはね、奇跡的にない1日なんですね。1日ないの？ダメだ、どこに飲んでんの？いや、だからもう1杯だけよ、1杯だけ、1合と、それからビール1本、1缶ね。だからもう本当にちょびりなんですよ、じいさん の、 酒飲みみたいなもんでね。よく言うじゃない、蕎麦屋にさ、蕎麦と何だっけ、一合とっくりしか飲んでない、つびつびやりながら蕎麦食べてるっていうね、そのパターン、ね、あれと似てるんですよね、あんな感じですね。なるほど。だけどね、昨日からやってないんでね、
しばらくちょっとね休んどこうかなと、ちょっとあの地震のための要警戒っていう感じでね。何日か何日か持ったの？なんで地震とお酒関係あるの？いや、やっぱりねちょっと感度をねよくしとかないとね、分かんないっていうかね、ちょっと酒ボケしてるとね意外とねそのピリピリくるのはね分かんなくなっちゃう時あるんですね。麻痺しちゃうっていうかね。だからまあそういったことをちょっと気をつけてんのと、はい、あとね今大統領選すごいじゃないですか。大統領選大統領選ね、タケちゃんね、どう、やばいな、トランプやばそうじゃない、ちょっと、うん、どうですか、どうですか、庄司さんの感覚、直感としてはどっちになる？俺ね、俺トランプがね、再選するとは思ってはいたんだけど、まあ最近詳しく見てないからわかんないですよ。前回の時はもうクリントンは絶対に通らないっていうのもそれは断言できたんだけど、うん、うん、今回はだって見てなくて断言したんだ。今回だって見てな。今回俺そんなにね集中してないんだよ、うんうん、直感的にはどう？直感的には、直感的にはじゃここにいればいいの。でも直感的にはねトランプ負けるかもしれない、うん、ああ、うん、なるほどね。まあ確かにね、一般的なマスコミ の、 あの表現だからね、うん、もうあのバイデン優勢だって言ってるんですね。優勢なの？数もね、投票の数もね、もう圧倒的にバイデンが優勢であると言われてるんだけど、うん、トランプはね、うん、とにかく不正選挙はやってると、不正投票をやってるんだと、なるほど、ね、いうことをね、主張してるんですよ。うん、あ、言ってたね、なんか。それで、うん、トランプはね、うん、あの大統領権限でね、うん、結局投票用紙に、うん、なんと透かしを入れたんですよ、透かし。あ、そうなんだ。例えば一万円札に透かしがあるでしょ、うん、はいはいはい、千円札でも透かしがある。でも必ずそれ偽造することできないじゃないですか、うん、それをトランプはなんとやったん、大統領権限でねやっちゃったのよ。やっちゃったの今回やったの。そして、うんうん、やっちゃったの内緒でね、うん、それでやっちゃったら、うん、なんと不正選挙でバイデンの方がね、うん、もういろいろもう人口のね何倍ものね数のね、うん、投票用紙をねドバーって投入したわけですよ。なるほどね。それでね、これ不正選挙だと、うん、不正投票だと、うん、これ大統領がねしょっぴくことできるわけですよ。逮捕することできるわけです。なるほど ね。だからおそらく今の下馬評だとバイデン優勢で、うん、バイデン大統領ねもう大統領のそのなんていうの演説っていうかね、うん、そういうのを考えたり、今これから大統領になるようなんて宣言しようとしてるわけですよ、うん、ところがねちょっとね迫力ないらしいんだよね、うん、それはねなぜかっていうとねバイデンがそういった不正選挙をやってるっていうのは、うん、バレてるってことがもう分かっちゃったわけです。頭の中で頭の中の映像で誰が立ってるかって言ったらトランプが立ってる、うん、なるほどなるほど、うん、あとね、もう一つはバイデンの息子がハンター・バイデンっていうのがいいんだけど、うん、これがまたとんでもない男でね、うん、もう本当のペドフィリアっつってね、幼児性欲虐待とかね、うん、そういうことをやったりですね、またいろんなところでそのスキャンダルをもうたくさん持ってるんですよ。この前もね、リリー・ガガのね、と一緒になってる、ね、写真があるんだけどね、うん、まあ、ちょっとベッドかなんかの写真なんですけどね、うんうん、まあ、そういうのも出てるしね、まあ、とんでもないスキャンダルがね、これからどんどん出てくると思うんですよ。ジュリアーニっていうね、前 の、 ニューヨーク市長がですね、うんはい、あの人弁護士なんでね、うん、今トランプの弁護士やってるんですよ。なるほど。それでねバイデンのいろんなスキャンダルをやっていくとね、うん、まあとんでもない一家なんですよ。それでだからね、うんうん、テレビの演説とか見てると、うん、もしバイデンが大統領になった場合、うん、いろいろ問題起きてくると思う。そうだね。波動がね嫌な波動なのよ。ああ、嫌な波動する。嫌な波動なの、俺からすると、うん、だから、ね、で目つぶって頭にどっちが立ってるかって言ったらトランプが立ってるんだよね。なるほどね、うん、だけど、そのあとね、うん、なんかよくわかんないけど、その、ね、不正投票だといろいろやってるじゃない。それの、うん、あれでもしバイデンがなってた場合はちょっとね、多分なんか暴動起きたりとか、うん、多分大変なことだと思う。うん、うん、そうだね、うん、
あとね、バイデンはね、中国とね、どうもね、なんかこう謎の取引してるみたいなんですよね。なるほどね。だからね、下手するとね、この日本ね、日本をね、身売りしちゃうっていうかね、中国に売っちゃうよっていうようなね、そうなってくると、そういう感じになる可能性もあるんですよ。だからそうなってくると、いろいろね、めんどくさいね。だからとってもね、汚い。それでね、しかもね、マスコミがですね、アメリカのマスコミは大体ね、バイデン応援してるんですよね。バイデン応援してるの。なるほど。だから、これはね、グルになってね、結局、まあ、トランプ落としみたいな感じに今なってるのでね。ただね、タケちゃんね、タケちゃんね、俺よくわかんないんだけど、最初3日に投票って言ってたでしょ。そうそう。いつまで続くの、これって。だからね、本当はね、3日で答えが分かるはずだったのに、結局、まあ、開票の問題で、まあ、せめて11月の12日ぐらいには分かるだろうと言われてんだけど、ただ、不正選挙だと、不正投票だということで、今、ある意味でトランプが文句言ってるわけですよね、簡単に言えばね。で、しかもさっきの透かしがあるから、簡単に言うとね、もう実証性があるわけですよ。認識してるっていうのはね、実証性があるわけですね。なるほどね。そうするとどうなるかっていうと、最高裁まで行くと思うんですね。で、最高裁のいわゆる裁判長を選択したのはトランプなんで、だからある意味でちょっとつるんで、悪いこと言えばつるんでるようなもんでね、だから結局ね、トランプが勝つ可能性があるんですよ、そういう裁判にやっちゃえばね。多分そうなると思う。ただその前にはっきり言えば凱旋っていうか感じでね、バイデンはやりたいわけですよ。ところがなんかね、ブーイングっていうかね、少しずつなんか様子が変わってきたんですね。なるほど。でしかもあと不正投票もね、とんでもない数のね投票らしいんですよ。例えば州に、何千万人いたとするじゃないですか、州の人口がね。そういうところは何千万とこじゃなくて、その2倍とか3倍ぐらいのね投票用紙が置いてあるんだって。だから、これはね、おかしいおかしいってことで、さっきの透かしでね、チェックすれば、すぐ分かっちゃうわけですよね。だから、これはね、厳密に言うと、トランプの、まあ、いわゆる知恵の勝ちですね。トランプが当選しないと、こっちにも影響を受け、ゆく受けるからね。そうなんですよ。日本だってね、植民地みたいなされちゃう可能性あるからね。受けますよ。だからね、庄司さんが覚醒剤でさ、おとり捜査でやられたじゃないですか、ある意味で。あれと同じようなことをね、トランプ大統領がね、やっちゃったわけよ。要するに おとりで、要するに、わざとね、投票用紙、真似できない投票用紙作ったんですよ。したら民主党の方分かんないんでさ、コピーしてね、いろんなコピーして作っちゃったやつがあるのよ。それでそれでやっちゃったもんだから、バレバレになっちゃった。だから下手するとね、民主党のね、トップの連中たちみんなね、まあ、監獄ロックになっちゃう可能性があるんですよ。なるよね。みんな投獄されちゃうね。みんな捕まっちゃう可能性は あとね、悪いことはね、そういう不正投票だけじゃなくてね、いろんなことやってんのよ、連中たち。バイデン一家はですね。だからね、これはね、大変なスキャンダル。アメリカ史上ね、まあ、もう信じられないようなスキャンダルですね。まあ、これまでだって大統領って結構トントントンって決まったんじゃないですか。決まったね。こんなにね、ごてごてになってるっていうのがね、これで裁判に持ち込んでうんたるかんたるやってると、下手すると来年まで勝っちゃうんですよね。ちょっと来年がトランプの任期だから、それバトンタッチだって、そんないざこざやってたら、はい、ありがとうっつってね、じゃあ君に譲るねなんてことできるわけないじゃないですか。だからこれは大変なね、騒ぎになると思うんですね。なるほどね。それとね、はい、あともう一つは、もしバイデンになるとね、カマラ・ハリスっていうね、カマラ・ハリスっていう副大統領になるわけですけどね、どうもね、これ都市伝説みたいにね、噂されてるのが、カマラ・ハリスっていうのはね、女性なんだけど、本当はね、女性じゃないんじゃないかというね、写真疑惑が出てんですよ。さっきそうそう、それで、ね、股間がなんか映ってるやつね。そう、
だからもう見るとね、本当にね、かっこいい男なんですよ。もう男が男を惚れるみたいなね、もうハンサムの極致みたいなね、あの男なんですね。それがどういうかどうも負けてるみたいなんですね。だからこれはね、あのアメリカっていうのはそういう政治家がね、あのトランスジェンダーであったりね、あの LGBTQ であったりねしても構わないと僕は思うんですね。あの別にそんなのは構わないんだけど、ただあのこう一見女に見せといて実は男だったとかね、そういうのってやっぱり一種の詐欺じゃねえかなと僕思うんですよ。あのっていうのはね、あの実はそのカマラ・ハリスだけじゃなくてね、あのあれもそうなんですよ。あのミッシェル・オバマがですね、あのいわゆるオバマ大統領、前大統領のあの奥さん、あれはあのまあ背がでっかいじゃないですか。オバマ大統領もでっかいじゃないですか。それであのいくつかの写真にね、あのもっこり写真があるんですよ。あの局のもっこり写真が、それであの何枚もねあるんですよね、それで今までね都市伝説的に言われてたんで、僕もあんまり気にしてなかったんだけど、見れば見るほどねやっぱりもっこりしてるわけ、どういうかね、あの僕のよりも全然もっこりしてるわけですね。だからこれはね、タケさんよりも全然もっこりしてるんで、あのこれはねやっぱり完全にあの男だなと思っちゃうわけですね。それでね、あの昔の写真でね、あの、あのバラク・オバマとね一緒の写真があるんですね。その写真がね、もうなんと男の写真があるんですよ。男であるとこの時の写真がね。だからね、僕はね、アメリカっていうのは不思議なのは、大統領夫人であってもね、あの男が夫人になるのも別に構わないと思うんだよね。あの、まあね、あのそういう性転換的な意味ではね。だけど、そういうのを隠してやるっていうかね、あの、なんていうかな、あの、明らかにしないで、そういうことをやっちゃって本当にいいのかしら。つまり、それは詐欺、あの、全国民とかね、世界を騙す詐欺ではないかと僕は思うんですよね。どうなんでしょうかね、そういうのね。あの、翔さんさ、結構あのハリウッドの人たちとかいろいろ知り合ってるけど、やっぱりそういうオカマちゃんとかそういうのたくさんいるんですからね。いっぱいいる。俺プリンスに襲われたもんだって。え、だからプリンスに襲われた。プリンスに襲われたよ、もう。マドンナに拉致されたし。昔ね、19の時。マドンナに襲われた ？19の時にマドンナが日本に、マドンナが日本にいた時ね、これ前話したかわかんないけど、いきなり歩いたらリムジンが止まって、で黒服の外人が出てきたわけ、何人か。で俺テレビ局に行くとこだったから、何って言ったら、なんかあのあなたのことをね見かけてね、でちょっとあのすごく話したいって言ってる人がいるんだけど会ってもらえますかとか、誰って言ったら、マドンナとか言うから、誰だそれとか言ったの。ライカーバージンで来日したばっかの時に、でその時にちょっとあの通訳通して、あのどうしても俺となんか、あなたはね、私が見た中で一番ハンサムだとか言われて、あ、そうですか、みたいな感じで。やってた。それで、で、まあ、マドンナとちょっとお友達みたいな感じになって、時期あったの。それ？なんか、中ぐらいしたの？中ぐらいしたの？しない。もしない？いいあ、そう。だから、肝、だってみんな。じゃあ何？だけど、あっただけ？だけど、拉致られてっていうか、その、どうしても俺と踊りに行きたいって言うから、でなんかずっと待ってたわけよ、俺がテレビの収録終わるまで。でなんかリムジンに乗っけられて、もういいわちょっと別にって。ほんでなんか SP とかいる中でなんかね、俺全然知らなかったね、そのまだマドンナっていう存在をね。なるほどね。そう。でまあそれやってたら、あの普通の女性だと思ったんだ。ああ、マドンナは普通だったよ。じゃあプリンス、もう死んじゃったけど。あ、プリンスね。プリンスがめっちゃホモで、で、最初すっごい仲良かったの。プリンスね、俺のこと気に入ってて。ほいで、ホテルのスイートルームで、ちょっと酒飲もうぜなんて言って、おいいよなんて言ったら、頭はズラだし、ヒゲは描いてるし、ね、
めっちゃあの靴脱いだら背が低いのよ。それで、ね、もうだから全部ずらな。でもまあもう素顔は全部ね、あのぼつるあの本当坊主なのね。坊主なの。坊主で、ヒゲも全部マジックで描いてるわけよ。でメイク全部落として、だからいきなりお姉になっちゃって。それで俺もうやばくて、ちょ、あのプリンスが本かいみたいなさ、これ知ってる人いるのかな、わかんないけど、言っちゃっていいのかな。それで何、中ぐらいしたの？しないよ。しないの？何です？逃げたんだ。逃げたけど、まあそこでちょっとね、のプリンスに、なんていうの、ちょっと告白をされたんだけどね。なんて言ったの？ I love you。 ラブ、ライクじゃなくてラブだって言われた。ラブよ。俺はライクだから、ラブにはなれないっつって。おー、まあ19の時だ。プリンスにあれだ、いわゆる告白されたのね。それはすごいね、愛の告白。そう、ひたすら昔ね。うん、マイケル・ジャクソンはどうなの？マイケル・ジャクソン、マイケルはもう全然普通のあれですよ。すごくいい、うん、純粋な人ですよ、マイケル・ジャクソンは。だからフレディ・マッキリは違うでしょ。フレディ・マッキリ、フレディ・マッキリは会ったことない。会ってないよ。フレディ・マッキリはあっちでしょ、あっちの系でしょ。フレディ・マッキリはもうあのゲイだから。そうでしょ、うん、そう、うん、ゲイタッチャってやつね。そう、素晴らしい。そう、いやね、だから芸能界には結構いろいろいるっていうのは分かるんだけどさ、うん、まさか政治家にね、政治家の奥さんとかね、うん、そういうのにいるっていうのは普通はね、大統領の奥さんがそうであるっていうのはね、ちょっと考えがたいなと僕は思うんだよね。うちにもいるもんな、ね、東亜っていう、うん、うん、そこはね、ニュージーランドの首相もね、うん、なんかどうも怪しいっていう、怪しい説があるんだよね。女性の綺麗なね、ニュージーランドの首相なんですけどね、それも疑惑のね、VTR っていうかね、動画があってね、もっこりしてるんですよ。だからこう不思議なのはね、そういうのは例えば LGBTQ の時代だからね、僕は何でもいいと思うんですよ。そういう人たちが活躍するのは全然おかしくないと思うんですけど、ただそれをね、あんまり隠すとさ、話がややこしくなるし、その詐欺的な要素が出てくるんじゃないかなと思うんですよ。男なのに女、女なのに男、うん、もちろんトランスジェンダーっていう言葉があるからいいんだけどね、うんうん、だけどそれを大統領夫人としてね、うん、いや実は男だったっていうのは、それははっきり言っていいのかしらと僕思うんですよね。なるほどね。うん、アメリカの政治史でもね、それは今までなかったと思うんですよね、多分。だからそのあたりはね、ちょっと僕はね、クエスチョン感じちゃうよね。なるほど。あとね、タケちゃんね、話変わるんだけど、この間のね、磯部さんと見た UFO あったじゃないですか。うん、うん、動画どうだった？いや、どうだったってタケちゃん思ったじゃん。うん、どうだった？見たよ。あれ、どう思いました？してるやつね。そうただね、発光してるのがね、ちょっと気になるんだよね。ピカ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 してるのがね、うん、だからもし UFO であればですね、別にピカピカする必要ないわけですよ。堂々と通ってね、うん、で、だからそんな信号みたいに送る必要はないんですけどね、うん、でも大きさはめちゃくちゃ大きかったでしょ。どのぐらいの大きさ？いや、でも多分サッカー場ぐらいあったんじゃない？サッカー場ぐらいあったと思うよ。サッカーのコートぐらいあったと思う。サッカー場、うん、だからね、サッカー場のね、大きさの三角形の UFO っていうのはあるんですよ、うん、これはね、これはね、ラスベガスのね、うん、UFO 研究家がね、見てんですね。サッカー場大の、いわゆる三角形 UFO ですね。これラスベガスで見てます。それで、これはね、アメリカの、軍事機密であろうと、まあ、彼は言ってましたけどね、そういうのはあるみたいね。ただ、
日本に来てるっていうのはね、ちょっと不思議に思うね、うん、ただね、中津川スバルさんっていうね、沖縄のに住んでるね、いわゆるちょっと、アカシックレコーダーっていうかね、アカシックリーダーの人がいるんですけどね、その人に言わせるとね、沖縄にもね、でっかな UFO があんだと、アメリカ軍が持ってるね、UFO があんだっていうことは言ってましたけどね。だ大きさはちょっとね、大きさはとてつもなくでかかったよ、うん、あれ音も全くしてないでしょ、あれ音も、うん、音がしてないんだよね。だから音が、ね、そのぐらいの、ね、大きさだったらね、音がねしてておかしくないんですよ。飛行機だって、だって俺外出てパッて見たらいたんだもんだって。何の音もしてない、無音だもんだって。うんうん、だからまあ、庄司さんが見てね、その判断して、うん、で、サッカー状態だとすればですね、うん、まず普通の航空機じゃないわけですよ。普通の航空機じゃないんですよ。だって最初四角だったんですよ。四角から変形して三角になったから。うん、四角から何変形して三角になった。最初長方形だったの。うん、まあ、じゃあね、それはね、アメリカのね、軍事機密のやつじゃないですよ。いや、普通の宇宙人の、普通のっていうか宇宙人の UFO です。そうだから宇宙人の UFO は磯部さん、その、ね、変形はできないんですよ。変形はね、アメリカ軍のやつは変形はできないんですよ。俺見た時は四角で、うん、それが飛びながら三角形に変わったの。あ、じゃあ間違いない。じゃあそうだとすれば、うん、地球外知的生命の宇宙人、宇宙人の、UFO ですね。そうだと思います。そこから降りてきたのがこれ、てんちゃん、うんうん、実はね、さっき言ったね、ラスベガスで目撃されたっていうのはね、うん、これはですね、アートベルっていう人なんですね。アートベルっていう人が、見たんですよ。で、アートベルさんっていうのはコースト・トゥ・コーストっていうね、うん、ラジオ番組やってて、うん、いわゆる新品番組ですね、うん、UFO とかそのオカルトとかそういった人たちの、まあ、ラジオなんですよ、うん、それをやってる人をラジオパーソナリティがね、ラスベガスのそのところで、うん、もう真上にね、うん、見たらもうサッカー状態だった。あ、じゃあ同じだ。しかも全くね、三角形、うん、で、自分はまあ、これはね、アメリカの軍の、まあ、航空機ではないかなとは言ってましたけどね、うん、だけどもしね、周さんの言うように四角形が三角形になったとすれば、それはアメリカの軍の航空機じゃできませんから、うん、そうするとやっぱり地球外知的生命の航空機が来てたんだよ。で、前に見た時も、前にも同じやつ見たんだけど、その時は、うん、は飛んでる後ろにヘリが2機ついてて、それで途中でパッパーって真ん中が点滅してパッて消えたわけ。その後に F-15 戦闘機が2機飛んでったの、うん、あ、じゃあそれスクランブル発進したんだよ。スクランブル発進なのか、それか護衛でなんかあれしてたのか分かんないけど。あ、護衛でね、うん、あ、なるほどね。そう、まあ、とにかくね、まあ、地球外知的生命、確かにね、うん、言われてんですよ。アメリカにはでっかいのがあるっていうのは言われてんですよ。変形はしないけどね、三角形の大きなやつがあるっていうことはね、もういろんなところで言われてるんですね。あの大きさのものは多分、うん、今の地球のテクノロジーは作れないと思う、うん、だから地球外知的生命の宇宙人と一緒に作ってるのがあるんですよ、うん、共同開発ね。うん、SSP っつって、まあ、いわゆる秘密のね、宇宙計画の、うん、ものですね、うん、それはね、もうめちゃくちゃ何千人乗れるってやつがあるんですよね。それをね、どうも見たのか。でもその四角形が三角形になるっていうのはね、ちょっとありえないんですよね。だからもしそうだとすれば宇宙人のやつですよ、はい、宇宙人のやつ。なるほど。だから、まあ、なんだか知んないけど、うん、その庄司さんのね、オリオンとのリゲルから来てるのかもしれないけど、庄司、うん、さんの動向っていうか、なんか目にしたんじゃないのって言ってたら、最近ちょくちょくまた見るようになったね、UFO はね。なるほどね。まあ、実はね、今テレビ朝日で超常現象特番ね、今撮ってるの、作成中なんですね。本当に。それで、今ね、
本当打ち合わせがね何度も何度も行われてるんですけども、うん、その中にね、うん、あの庄司さんのね、うん、例のスタピのスーちゃんと、うん、それから庄司さんの見たあの3つのあの流れ星みたいな UFO あったでしょ、あれをね出しておきました。あ、出して本当に。だからひょっとしたらね、ひょっとしたらあの出るかもしれないんでね、もし出るとなったらね、庄司さんねまたスタジオに来てください。わかりました。遊びに、はいはい、あ出るっていうあれじゃないけどね。いつですか？いわゆるあの、うん、あの多分ね12月のまあまあ、それちょっと言えないんだ。あのちょっと言えないんですけど12月の、ま、真ん中ぐらいにね、真ん中だったらスタジオ収録あるんでね。たけしさんのやつ。だからたけしさんのやつでしょ。あのもうビートたけしさんの。たけしさんです。たけしさんですね。うん。まああの本当ね、あの実はねスタピのスーちゃんみたいなね、うん、ものを見た人もね。やっぱり出てるんですよ。あのあ、ちょっとスタピのスーちゃんという形ではないんですけどね、うん、あのなんかこうモコ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 っつってね、あの壁をねあの登っていくあの霊体みたいなのがあの映ってたりね、うん、今回のねあの超常現象スペシャルも、ね、結構面白いですよ。本当あのかなりね力入れてます。うん、うん、だからぜひね、あの大月教授とバトりました。そうそう、もうもちろんでもね、うん、最近はね絶対勝っちゃうのよこっちが。っていうのはね、もうねあの防衛省がね、日本の防衛省が やり始めちゃってね、宇宙作戦隊っていうことで UFO やり始めちゃったわけですね。つまり UFO が皆さんの血税でね、あの行われるようになっちゃったわけですよ。あのそれまでね、今年の9月前はね、あの、まあ、そんなことなかったから、うん、あれだったんですけど、あの例の河野太郎あの前防衛大臣がですね、うん、あのもとにかくあの UFO を見たらね、うん、撮影して、それでその目撃報告を上に上げてくださいと。なるほど。あのそれはね全自衛隊にあの、うん、あのいわゆる指令を出したんですよ、うん、防衛大臣が、はいはい、それでしかもあのいわゆるレーダー管制官とかね、うん、そういう任務にあの立つものも含めてね、うん、あの UFO を目撃した場合は撮影をして、うん、そして目撃報告を上に上げること。なるほど。これが指令なんですね、うん、ってことはね、どういうことかっていうと、もうね UFO 問題はね絵空事ではなくて、うん、皆さんの日本の皆さんの税金でもって動いてるってことなんですよ。これはね大きなことでね、うん、まあ、これまでね UFO を見たんだよなんて言ったら、お前そんなのお前あるわけねえだろうなって言ってたのがですね、うん、今やですね皆さんの税金を使ってね、うん、動くような時代に変わったっていうのはこれはね大変化なんですね。だからねあのぜひぜひね、うん、今後のね展開、あとあの、うん、超常現象特番でもね、うん、一応ね僕の提案はね、あの防衛大臣と僕がね、滝本亮がね、うん、あの VS バトルをするという、あのいわゆる論争するっていうね提案をしてますからね。なるほど。あの、うん、でもねそれで多分ね却下されると思いますけどね。でも一応ね、あの提案としては出してます。イケイケでお願いします。はい、はい、ね、うん、ね、またあの報告しますね、うん、それはね、はい、ありがとうございます、うん、はい、なんか言いますか？まあ質問コーナー結構、うん、あのいろいろとあの皆さん聞きたいことがあったりとか、あとまあまあ皆さんが感じたことがこう今日はコメントになって現れてるんですけども、うん、まあ UFO だとか超常現象のこともそうなんですけどね、あと地震ですよね。うん、まあ地震は備えあれば憂いなしというか、うん、まあ、日頃から家族とか友人たちとの連絡方法を決めておきましょうとか、あとはまあ非常持ち出し袋とか、うん、よく言われるのがあの電池だとか、うん、明かりですか、うん、は準備しておきましょうみたいな、うん、でまあそんな感じですけども、肝心な龍神様の、うん、まあ、の冒頭でも、うん、詳細触れましたけど、うん、今月の11月度の龍神様は、頭2つの胴体1つで、はい、総龍ということで、うん、まあ、非常にそのプレミアム感満載な龍神様のお姿として、まあ、降臨されるそうなんですが、うん、今まで龍神様の絵を、お家に飾られている方とか、うん、まあ、そういった方々も結構この番組は視聴されている方いらっしゃるかと思うんですね、うん、でやっぱりもう僕なんかも
自分的にはその例えば、神棚をお祭りしてるんですけども、うん、南向きとか、うん、東向きとかがいいよっていうようなことってあるじゃないですか、うんまあ、それと同じように例えば龍神様の、庄司さんが描かれた絵の方も、うん、例えばどっちの方角だとか、うん、自分の、背丈よりか上の方に飾った方がいいとか、うん額装されて、家自宅に届くんですが、うんうん、その額もその額装されてるものがデフォルテだったとしたら、うんうん、ちょっとこうおしゃれな、うん、おしゃれというかですね、うん、まあ龍神様のまあ額もその我々が住むこの家のような感覚で捉えた時に、うんうん、額もちょっと豪華なやつの方がいいのかなとか、うん、あと朝と晩に手合わせた方がいいのかなとか、うん、お供え物はどうすればいいんだろうとか、うん、あとこんなことには気をつけてくださいとか、うん、多分いろいろ質問というか、うん、疑問に思ってる方もいらっしゃったりとかで、うん、まあもちろんそれは個別にその庄司さんの方にメッセンジャーとかで質問とか来てる、うん、来てるので、うんまあ、気になる方は解決されてるかとは思うんですけども、うん、まあ今この番組を視聴されてる方で龍神様をお迎えしたいなという、うん方も中にはいらっしゃるかと思いますので、うんこれをいい機会にちょっとまあどんな感じなのかなっていうまずね、はい、龍神様はそんなにね、はい神様だけど、はい、そんなに神様神様っていう扱いをしなくても、はい、注文来た段階で龍神さんとの波動がつながってるから、うんもう龍神さんが向かう人はもう限られてきてるわけでしょ、はい、でだからで飾る場所とかも直射日光だけ下げてくれれば、はい、あとはもう龍神さんが勝手にもうここの場所って自分で決めるから、あ例えば龍神さんが違うなと思う場所に飾ったとするじゃない、はい、そうすると かけたそのまあ向かった先の人間が絶対違和感を覚えるわけよ、はいここなんか違うなってそれで、はい、もう龍神さんの落ち着く場所を勝手龍神さんが勝手に決めてくれるんで、はい、だからそこら辺は行って、はい、直射日光が当たらないところであれば問題なし、はい、直射日光当たると、はい、色褪せてきたとかする場合はあるから、ね、一応絵としての、はい、の注意点だけだ、はいうん、別に直射日光当たっても、はい、一日だったね、太陽の外に出してるっていうあれではない、なければ問題ない、はいなるほどあとはお供え物とかも別にお酒あげたりとかいろいろね神棚作っていろいろ祀ってってやってる人もいるけれども、はい、それはそれでいいんだけれども、はいまあ、俺がやってるのは毎日お水、はい、朝晩というか寝る前にお水を変えて、はいでね、寝る時にまたお水を変えてお水は毎日お供えして変えてあげてください、はい、っていうのは家の中とか浄化されると水が炭酸水みたいなのね、はい全部悪いものを吸い取ってくれるから、はい、場合によっては透明な水が 色がついたりとかするぐらい、はい、いいあれもうそれで浄化されるんで、うん、だから別に特別に何かするっていうことはない、はいはいはい、っていう感じなるほどですね、うん、はい、はい、その何ですかね高さとかも別にそれはもう龍神様が決めることなので、ねうん、飾ればちょっと違うなってっていう時は違和感を感じるってことですね。かけた人間が、うんはい、で、額装に関してはどうなんですか。額装は基本的にはもう世界堂さんでちゃんとした額装をしてもらってるけど、はい、ただなぜその同じ額装になってるかっていうと、うん、枚数が出るから、はいいろんな額もあるんだけどそうすると額も値段上がっちゃうから、はい、その分龍神さんも高くなっちゃうから俺コストを抑えるために、はい量販あと、はい、あと 量がいっぱい数がいっぱいある、はい、額を使ってるんで、はいまあ、特別に別にいい額をどうしてもし、はいそうね、部屋にマッチした額に変えたいっていうのが、うんうん、リュウジとかみたいにね、はい、世界で行って、はい、ちゃんとしたもっと油絵用の額とかそういったのに変えるのは全然問題ないと思います。はい、わかりました、うん、あとはまあ龍神様の絵についてはそれほど神経質になることはないそうそう神経質になる必要ない、はい、ただちょっと、うん額に合わないとか、うんうん、なんかで尻尾切ったりとかとんでもないことは しないでそれやったらもう店潰れたりするね、はい、そうですね、うん、そういうね、はい、常識の外れたことはしないよ、はい、あんまそういう人は 今いないけど、はいうんうん、ただヤコはなんかバレエの先生とかもない
振り付けのノートどうぞ発表会のあれはないあと、うん、あとあの庄司さん、はい、庄司さんもしね、うん、トランプ大統領がですね、うん、トランプ大統領が再選した場合ですね、はいはい、再選した場合あの庄司哲夫のですね、うん、あのトランプ肖像画これをですねあの書かれたらいかがだろうかなと思うんですね。それでホワイトハウスに飾ってもらうと、それはねあの、まあ、トランプ大統領はね、うん、これは竜なんですよ、竜人さんなんですよ、あの言ってしまえばドラコニアンなんですね。だからある意味でねクズ竜かなんかねこう九つの竜かなんかをねそのバックにね、うん、あのトランプ大統領がこうあの就任した時のねあの、うん、再選した時のね、うん、喜びの顔でね、うん、ちょっと絵を描くとねこれはねホワイトハウスでねバカ受けするんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうかね。まあそれもいいっすよ、あの、うん、場合によってはね、うちの味あの絵はねあのホワイトハウス入ってるからね、うん、うん、だからあの一緒にさあの、うん、ホワイトハウス持ってこいよ。それで僕はもう持ってったついでにね、うん、あの宇宙人の話全部あの聞いてきますから本当ね、ぜひ行きましょうよ。ホワイトハウスの入り口でもう帰れって言われたらどうするの。いやいやもうだってそれはだって打ち合わせしとかないとまずいじゃん、あのお送りしたいんですけどどうのこうのって、ね、それはそれからタケちゃんがつないでくれてね、あの、うんね、あのホワイトハウスから正式に、ね、トランプ大統領の肖像が受け入れますっていう要請が来た場合書きますよ。あ、そう、うん、書きます。分かった分かった、うん、でも先に書いちゃうっていうのはない。先に書いちゃってあのプレゼントするっていうことで、あのやるあのいただいてもらうと。いらないって言われたら俺の家にドーンってトランプがいる。いらないって言ったらいらないって言ったら僕がかあのもらいますよ。いやトランプの髪の毛をクイ君の髪の毛を使ってどうですか。クイ同じように実際クイ君の毛を貼り付ける。あの色は一緒だからね、うちのクイ君とね、うん、あもうまあもうそのあたりはさ、うん、あのもう専門家のあれでね、あのもう肖像画の天才と言われてる、うん、あの庄司さんがね、はい、書かれたらねもうすごいと思うんだよね。もうトランプはもうめちゃくちゃいいと思いますよ、うん、書くのね、それはありがありだ。だってホワイトハウスだったらでっかいからさ、うん、もうでっかいの書いちゃえばいいんじゃないの。もうめちゃくちゃでっかい。それはアトリエのスペース的な問題があるからね。そうかそうか、うん、そうかそうするとは別なアトリエにこもって書く形になる、うん、それもありだと思うよ。あのね、うん、あの世界大会の絵が終わっちゃえば別に肖像は、うん、別に詰まってる絵はないんでね、うん、そうだよね、うん、だからいいあのこれまではねあの、うん、有名なその歌手とかね、うん、あのミュージシャンやってたけど、うん、もうそういうね政治家っていうのもね、うん、大統領ぐらいだったらいいんじゃない。いいんじゃない、それいいと思う、ね、俺もいいと思う、うん、ね、グッドアイディアだよね。じゃあ竹本さんでその辺も含めて、うん、あのじゃあホワイトハウスと一緒にやろう。ホワイトハウスとつないでください。そうだからね、うん、ドラコニアンだからね、うん、ドラコニアントランプだからできるわけだよね。なるほど。これはねあの、うん、ぜひあの竜神様とドラコニアン、うん、これがねイコールですからね、あのぜひぜひ実現しましょうよ。でもトランプ大統領は ね俺ね再選するような気がする、うんうんうん、なんかね、うん、そしたら面白いでしょ今、はいね、だってね、うん、それの方が面白いでしょ、はい、だってねあのはっきり言って今ねバイデン派の人も、うん、トランプが嫌いだからバイデンに行ってんだよ。だから、うん、バイデンが好きだからバイデンに行ってんじゃなくてトランプが嫌いだからバイデンに行ってる。でトランプが好きな人はトランプが好きだからトランプ行ってるわけ、うん、ってことはトランプが主人公だってことなんですよ、うん、つまりあくまでもトランプ大統領がやんないと面白くもなんともないってことになっちゃうわけですよ。なるほど、ね、だから超人チャンスだと思うんですよ、うん、あの庄司さんもね、庄司哲夫という人間がですね、うん、あのまあ、これまで一生懸命やってきたけど、あのアメリカにね、乗り出していくと、アメリカの大統領の絵を描くって言ったらね、うん、これだけでも大変なもんだと思うよ。ちょっとね、力入ると思うよね。いいでしょ、描きますよ、バッチリ。だから、あのオードリー・ヘップバーンの絵も描くんでしょ。だからヘップバーンも、まあ、後回しでいいよ。え
ヘップバーン後回しでもいいですよ、トランプで。後回しね、だからトランプ大統領の先やってさ、うん、でヘップバーンね、あのティファニーのヘップバーンをやればいいわけね、うん、いいと思いますよね。 OK、了解です。面白いと思います、うん、ということで、時間もそろそろな感じがするんですけど、わかりました、了解です。お疲れ様です。で、しょうさん、はい、映画の例の、うん、立てつけるっていう、九州の、あ、それは12月の末ですね。あ、そうなんですね、うん、なるほど。で、じゃあ告知は特には今日のところは、告知は今のところはまだ台本が上がってきてないんで、はい、うん、あれなんで、うん、了解です。で、まあ、年末はまだ九州の方にお邪魔しますんで、お会いできる人はいたら、まあ、その時またゆっくり会いましょう。はい、そうしましたらですね、うん、本日、BJ チャンネルボリューム145ですね、はい、今日は質問コーナー、久しぶりの試みだったので、うん、見てる皆さんもなかなか、質問があまり飛んできてなかったんで、うん、次回もまたこんなようなスタンスで、うん、始めていければなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。MC をやらせていただきました、斉藤隆二です。いやー、素晴らしい、素晴らしい、最高最高、ありがとうございます。素晴らしいです、いやー素晴らしいですよ、 MC 最高ですよ、ありがとうございます。よかったよかった、今後ともまた竹さん一つよろしくお願いいたします、うん、よろしくお願いします。お願いします。 OK、 はい、はいはい、はい、というわけで、新メンバーの三枝隆二君、毎週来ますんでよろしくお願いします、今後ともね、よろしくお願いします。というわけで、来週は磯部さんもまた来るみたいなので、また、はい、今日は石田さん向こうでライブやってるみたいなんで、また多分ライブの報告、はい、来週してくれると思うんで、というわけで、了解、よろしくお願いします。またありがとうございました。BJ チャンネル、ボリューム145、はい、早口隆二君と、ヤコは仕事行っちゃったけど、と、はい、というわけで、タケちゃんと、はい、4人でお送りしました、はい、また来週ボリューム146でお会いしましょう、はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。トランプ大統領の再選を望みます。いい感じでまとまったんじゃない。じゃあね、どうもありがとうね、はい。